運行9年目を迎えた大井川鉄道の機関車トーマス号。今年から初めてゴールデンウィーク中に運行をスタートさせ、初日の今日は大勢の家族連れが集まり、トーマスと一緒に写真を撮影して楽しんでいました。子供が好きなのですごい迫力もあって可愛くて、楽しみです。また終着駅となる千頭駅では、トーマスの仲間たち、ヒロやパーシーたちも姿を見せ、訪れた人たちを楽しませていました。煙が出てるから、いつもの電車とは違って、いいだと思います。かっこよかった。どんなところがかっこよかったの？みんなを乗せてるところ。トーマス号は9月25日までの80日間、新金谷駅から千頭駅まで運行します。